緊張してきたぜ。あだだ、何なんだこの鳥は。試験会場名物アンチドリさん。これが魔力が低いやつほどこいつらにたかられちまうらしいぜ。うぜえ。おい、あいつ全く鳥が寄ってきてねえぞ。お、さっきのあいつだ。さっきのハージとかいう最果ての村出身なのに四つ葉のグリモワールを持ってやがった。な、四つ葉？マジかよ。へへへ。俺たちのどっちかが魔法帝になる。その伝説の始まりだな、ユノ。魔法帝になるだと？半年間の俺の修行の成果見せてやるからな。だだ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 。なんだこの鳥どもは。なんだあれ、どれだけだよ。最果て出身でもひどすぎるだよ。やっとどっか行った。いやー、ぶつかってごめん。殺すぞ小僧。なんだこいつ。騎士団の団長が一同に。魔法帝は？魔法帝がわざわざ試験に来るわけないだろう。っていうか団長が揃うだけでも奇跡みたいなもんなんだぜ。受験生の諸君、待たせたね。それではこれより魔法騎士団入団試験を始める。大丈夫だってリラックス。ふっはっ。気にすんな、頑張れ。ふっはっ。まだだ。次次。ふっはっ。まだまだまだ。それでは次が最後の試験だ。実戦形式で行う。戦いだ。二人一組になりその相手と戦え。グリモワールを使って攻撃してよい。我々は戦闘が仕事だ。お前たちの力を存分に示せ。ふは、アスター、俺とやろうぜ。おお、せっけー。こんなしょうもない俺と戦ってくれるんですかい。当たり前だろ、ふは。